こんにちは、ふみです。本日はですね、こないだ交換した空城城太郎を使ってですね、未知の神聖の川柳に行ってきたので、こちらのパーティーをご紹介していこうと思います。はい、ということで、城太郎ですね、やっぱりね、使ってみた感想めちゃくちゃ強いですね。まあそもそも、まあ、スキルが注目されがちですけど、リーダースキルがめちゃくちゃ強くて使いやすかったです。まあ超重力でもね、使っていけるリーダーだと思います。はい、ということで見ていきましょう。まずリーダーの空城城太郎がビッグマムの武器で4色だったりで火力を持って、雲耐性も補っておりまして、リラチェン耐性の遅延ガニです。そしてサブですね、回復役マルコ採用しました。アシストオーディンのティアラで HP 盛りながら、まあ、一応ドラゴンキラーもね、刺さる敵もいるかなっていう感じかね。まああんまりマルコ火力出ないんで関係ないんですけど、で、潜在が遅延が4の回復強化が2つですね。はい、そしてここもジョジョキャラ入れております。奇襲枠ですね、ブローノブチャラティー&スティッキーフィンガーズということで、スキブ6になれるのがかなり強くって、アシストは貴族性が足りないので、貴族性付与と、4色、まあ、あとステータス盛りというところで、採用しております。で、ダメージ無効貫通の遅延が2ですね。そして、陣枠はサギリですね。聴覚性お邪魔耐性にしていて、ルフィの武器で攻撃タイプを追加しております。で、まあ、ヘイストもね、使えるように、ルフィの武器ですね。で、潜在でアシスト無効を回復していきます。そして、カーズ、こちらもジョジョキャラになっております。はい、無効貫通枠ですね。まあ、一応ね、潜在で無効貫通できるように、してあるんですけど、まあ、スキルでも打っていけるようにしていきたいのと、あと4コンボ加算もね、強いので採用しております。アシストステータス盛りのアマージュと、潜在が無効貫通と遅延が2です。で、そして、フレンドさんの城太郎なんですけど、ちょっとね、使ってたフレンドさんがいなくなっちゃって、まあでも PDC 出てると思うんで、その通りにしてほしいんですが、アレキサンダーの武器ですね、コンボジャッカーじゃなくて、ドロップジャッカーに、対応していくためのアレキサンダーの武器で、潜在が無効貫通の遅延2となっております。で、バッジは HP ですね。ということで、やっていきましょう。はい、1階層からやっていきます。まずね、いろいろヘイスト打つんですけど、まず言っておきたいのが、サギリは、威嚇だと思うんですけど、使いません。はい、使わずにサギリ貯めていきます。カーズ、サギリ以外のサブですね、はい、全部使って、最後マルコでヘイストして、城太郎変身します。で、城太郎がね、遅延食らってた場合は、1ターン後に変身になると思うんですけど、はい。で、まぁ、ちょっと耐久してスキルダメしたら、全体攻撃入れて突破していきます。まあ、突破のタイミングは別に好きなようにしてください。はい。で、2階層ですね。今回吸収が出てるので、なんだっけ。ジョジョキャラの名前が長すぎて覚えられないんですけど、まあ、スキルダメしていきます。まあ、そもそもね、コンボ現象食らっていて超コンボ発動がきついので、まあ、3ターンは無難にスキルダメでいいかなと思います。で、スキル溜まったら、WQC 無効打って、全体攻撃含めながら突破していきます。まあ、操作負荷、自傷というか、自傷じゃないや自分で打っちゃうんですけど、まあ、そこまで個人的に気にならないかなっていう感じでした。はい、で、ここの階層は左端が、ダメージ吸収なので、まあ、必ず倒してあげてください。まあ、属性吸収の敵は残っちゃっても、まあ、ワンチャン抜けるので、はい。で、ここは普通に組んでいきますね。で、2回目が15コンボ以下吸収で、このパーティーがちょっと指が短いので、まあ、失敗したんですけど、まあ、失敗しても全然大丈夫な仕様になっているので、まあ、焦らずやっていきましょう。はい、失敗して、で、無効貫通になりますね。無効貫通になって、無効貫通っていうか無効になって、76が終わるんですけど、まあ、カーズ打ってあげて、また半分削って
て、でその後は普通に平積みで大丈夫です。はい、ね、でヘイストしてくれるんですけど、まあんまりね溜まりすぎると裏が溜まっちゃうので、スキル管理もしっかりしていきましょう。はい、で5階層ですね。まあ、ここは消せないが来なくってもマルコを空打ちでいいかなと思います。はい、で全体攻撃含めながら突破していきます。まあね、この辺もね正直城太郎の火力だけでどんどん抜けていくので、まあ、闇だったら光の全体分があればどんどん突破しちゃっていいと思います。はい、ここでようやくサギリの威嚇を使います。もう一個のね、明智かな、なんか8コンボイが吸収とかでだるいので威嚇させてい、くのが楽かなと思います。はい、こっちはまあ多分ワンパンできるんですけど、まあ、スキルダメしながら突破していきます。で7階層ですね、ここも、まあ、属性吸収なんですけど、まあ、スキル使わなくても多分城太郎が闇に光なので、まあ、突破できるかなと思います。はい、 OK ですね。そしたら8階層、8階層は、消せないなのでマルコ使うんですが、まあ、3ターン余裕があるのでスキルダメしてあと1の時に突破でいいかなと思います。ちょっとひよってね、あと2の時に行ってますけど、まあ、普通にワンパンできるかなと思うので、まあ、HP 管理も含めて、まあ、3ターンスキルダメ、まあ、2ターンかがいいかなと思います。はい。そしたら、こちらは、向こうと、吸収ですね。まあ、ちょっと一旦スキルダメして、カーズと、光のジョジョキャラ、打っていきます。ごめんなさい、名前がね、全然覚えられないんですけども。はい。で、全体攻撃含めて、こちらも突破していきます。もう組めればね、全然敵が飛んでいくのでめちゃくちゃ楽なんですけど、正直、ザワールドを使わなくてもいいです。はい、使わなくても全然抜けます。はい。で、ここ暗闇ね、食らっちゃうんですけど、まあちょっと確認しながら4色ぐらいだったら組めるかなというところで、まあ、落ち込みも助けられ、ワンパンしてきましたね。まあワンパンじゃなくても大丈夫だと思います。はい。で、ここは、なんだっけ、無効貫通か。はい、無効貫通なんですけど、まあ、一旦スキルダメして、盤面整理してからですね。いや、城太郎のいいところは、こうやってね、軽減とか、あんまりというか関係ないので、スキルダメというか、耐久がしやすいところがとてもいいですね。で、今回、ザワールド使ってますが、まあね、右のフレンド側のね、やつは、ビッグマム武器とかついてないんで、火力があんまり、正直出ないんですが、まあ、スキルがね、後ろ溜まっちゃうぐらいだったら使った方がいいかなっていうところですね。はい、ここの階層ルーレットですが、まあ、ルーレット、ガン無視で普通に組んでいきます。まあ、ワンパンちょっと厳しいかな、闇半減なので、起こると思いますので、まあ、ツーパンになるかな。で、盤面荒らされたら、まあ、サギリか、まあ、今回ちょっとビッグマムが溜まってたので、ビッグマムを使いました。はい、こんな感じで、スーパーになるかなと思います。いやー、めちゃくちゃずっとだって21億は出てますからね。はい、で、13回かな。はい、ここも無効貫通ですね。まあ、一回、ワンパン多分無理だなと思ったので、まあ、普通に6色組んで潜在で一回殴って、その後カーズの無効貫通スキルで殴っていくっていう形にしました。はい。まあドロップジャッカーは食らうんですけど、まあ詐欺に使ってもいいですし、そこはいろいろ対応していただいて、はい。OK ですね。カーズ使って平積み。平積みが下手ですけども、はい、こんな感じで突破していきます。コンボ原子を気をつけてください。はい。で、ヒアテナですね。ヒアテナは、なんだっけ10コンボ以下吸収か。はい。まあ、コンボ、加算あれば全然、ああ、下手くそですね。下手くそですけども。5秒が短いんだよな。そう。城太郎の強いところでもあり、弱いところでもありますけど、5秒がね、なかなか慣れないと難しいなって思いましたね。さすがに。はい。まあ、50% 半減貼られて、かなりダメージ食らったんで、
まあ、火薬が欲しくて詐欺で使ったっていう感じですね。はい、まあ、ここで光入れば、まあ、闇半減ではありますが倒しに行けるかなというところでカーズ使って、突破しに行きました。うん、いいですね。 OK、 コンボカさんも入って16コンボで突破。はい、ラスボスです。まあ、ここはね、まあ、3ターン余裕あるんであと1で行ってもいいんですけど、まあ、ちょっと怖かったというかめんどくさかったんで2ターン目で殴りに行ってます。最初のねサブ A 派じゃないや、デバフはマルコで返してあげてください。で2ターン目詐欺に使ってコンボカさんつけて殴りに行っております。はい、これで半分ぐらい削るかな。で、コードターンが変わり吸収になるなってあと4とかになるので、まあ、ここはスキルダメしてあげて吸収武器打ってあげて突破がいいかなと思います。はい、吸収武器打って、闇含めてしっかりとコンボしていきます。あ、闇2コンボあればね全然これでカンストできますね。はい、そしてボスですがここも5色組んで、上太郎使えばワンパンで半分までいけるんですけど、まあ、ちょっとね、5秒パズルにひよって普通にパズルしております。まあ、別にどっちでもいいです。5秒パズル苦手だなっていう方は、まあ、2パンかな、うん、今回ね、ちょっと闇が欠損したんで2パンいけなかったんですけど、まあ、闇があれば2パンでいけるかなっていうところですね。で、半分切るときはマルコを使えるようにしてあげてください。しっかりと回復もしていかなきゃいけないのでね。はい、まあ、サギリとかもあると回復が欠損したときに楽かなと思います。声が借りてきましたけども、コンボ原子を食らってマルコ使って、あ、サギリを先に使ってマルコ後に使ってなぜかここではザワールドを行くんですね。うん、まあ、ちょっと踏み損ねてますが、まあ、はい、OKOK。5色組まないとね、さすがにもうちょっと火力は出ないかな。はい。まあ、またひよってね、普通に平積みしていきます。で、ちょっとね、発狂ラインに来ているんですが、まあ、すぐ殴ってくるわけじゃないので、一旦余裕があります。コンボ原子を食らっているのでカーズ打ってあげて4コンボ加算含めて、突破したっていう感じですね。うん、 OK かな。いや、かなり楽ですね。私結構ひよった立ち回りしましたけど、それでもそんなに時間かかってないですし、かなりおすすめなパーティーになっております。まあ、編成もねジョジョキャラが多くて、ね、かなり組みやすい、引いた方がね多くて組みやすいかなと思いますので、長太郎を引けた方はぜひ使ってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさようなら。